ス最速のお笑い番組、せーの、毎日王子サポーテッドバイ AU。 やったー、イエーイ、イエーイ、イエーイ。本日のゲストはチャンピオン対決ということで、こちらの4名の方に来ていただきました。よろしくお願いします。チャンピオン、最新のチャンピオンじゃないですか、ギャロップさんは。セカンド優勝ということで、よろしくお願いします。初登場です、お願いします。お願いします。大喜利はどうなんですか、普段。いやいや、困ってますよ。いや住み分けをちゃんとしてるコンビなんですよ。あ、なるほど。こういうのはやっぱり林さんの方が。そうそう、だから林が大喜利、はい、俺は DJ っていう風にやってる。あ、そうです。違う。あ、大喜利は DJ のコンビ。あなたが DJ やったら僕はなんか競馬とかチャーハンで、 お笑い以外でやらないから一人お笑いで一人 DJ はダメ。なるほどな。林さんもそのチャーハンってなチャーハン、チャーハンも強いですね。ちょっと YouTube やってまして、すいません。いや、もう気軽に楽しんでください。はい、よろしくお願いします。さあ、そして R1 グランプリチャンピオンでございます、中山浩太さん、お願いします。どうも、中山浩太です。お願いします。浩太さん、久しぶりですよね。確かに、はい、2回目で呼んでいただいてめちゃくちゃ嬉しいです。いやいや、こちらこそありがとうございます。僕でも R1 っていうその2009年チャンピオンなんで、はい、ちょっとあの若くして栄光をつかみすぎて、自分で言うのもなんですけど、まあまあ、でも本当にそうですからね、はい、そっから15年ぐらい無限地獄さまよってますから、ね、無限地獄ファイナルね。まだ無限地獄中ですか。中ですね。はい、8月今日が仕事3日目です。よろしくお願いします。もう月末ですよ。いや、いや本当ですか。いや本当ですよ。すごいわ。はい、はい、そしてチャンピオン大会ですよね。大会って言うけど、はい、チャンピオンですね。キングオブコントか。あ、違います。違うよね。あれ何のプレバトです。すごい番組ですよ。いや、そうですね。でもあれでそのセカンドとか R1 と一緒にされたらきついわ。はっきり言った。それはタイトルに差をつけられてもすごいことだと思う。確かに。いや、でもこれ聞いたら多分ね、納得すると思います、はい、作家別に揃え直して世は流し。そアウってなんだ。スタッフが一人アウってなんだ。息が詰まったやつがいた。腹殴られた時に誰だあいつセッティングしたの。ドン。今日は全て17音で、大丈夫。別にいいの。さすがに撤回した方がいい。さすがに、ごめんなさい、無理です。さすがによね。さあ、それでは参りましょう。今回のお題こちらです。そんなことを速報で伝えるな。どんなニュース。さあ、お考えください。一つのお題で5人の芸人が大喜利を行う毎日大喜利。月曜から金曜はよりすぐりのベスト回答をショート動画で配信しております。そちらもお楽しみに。動画の最後には皆さんの回答の中からしばずベストを発表しますので、選ばれるように頑張ってください。はい。おお、早いね。ともしげさん、行きましょう。そんなこと速報で伝えるな。どんなニュース。速報は間もなく。予告。いいですね。いいですね。いいです。すごい。ポンさん。はい。そんなこと速報で伝えるな。どんなニュース。実写版テトリス、テトリス坊役に森泉さんが決まりました。実写版テトリスって何。坊主さん、はい。そんなこと速報で伝えるな。どんなニュース。アンミカ、白の201色目発見。見つけた。まだある。まだまだあるんだ。まだある。まだあったか。林さん、行きましょう。そんなこと速報で伝えるな。どんなニュース。ついさっき民放全局同じ CM 流れてたよ。出たよ。出たよ。あなたちはね、上に字で出る。出たよ。浩太さん、行きましょう。そんなこと速報で伝えるな。どんなニュース。いろいろ言われているが、政治家も頑張っている。頑張っています。バカみたいな文言。そうそう。林さん、行きましょう。そんなことを速報で伝えるな。どんなニュース。お店のキャパとトイレのキャパは比例させましょうね。確かに。え、1個しかないやみたいな店ありますね。ある。こんな広いの。はい、終了。はい、わかりました。ベスト、林さんの お店のキャパとトイレのキャパは入れさせましょうね。確かに。これはメッセージ性もあるしね。常日頃思ってることですか。思ってます。共感を得るね。共感得ました。、ね、それでは次のお題参りましょう。お題はこちらです。写真で一言。写真はこちら。はい、 ABC3 パターンありますので、どれか1つ好きなの選んで回答してください。
林さん B で B 死んで一言腹話術師はどっち嘘そっちじゃないかもしんないんだなるほどコンさんはい写真どうしましょう、C で C 写真で一言嘘みたいだろ遭難してるんだぜ嘘みたいすごい楽しんでそうなのに森さんじゃあ C で C 写真で一言にしてもナイトプールの入り早いよねまだ全然明るいっすめちゃくちゃ昼ねえポンさんはい B で B 写真で一言あサザエでございますハリウッド版確かに、はい、そう見えてきたねえ確かに答え本当に確かに嬉しい、カールでサザエに寄せてる最中やもんそうですね林さん A で A 行きましょう写真で一言なんかそれっぽい作品でしょいや、嫌なこと言う嫌な人やな楽に飾ったら ねフランス語でタイトルつけてたりしてね終了あはい、決まりました、ベスト、オンさんの C 嘘みたいだろう、遭難してるんだぜおお喜んでる、喜んでるなんかこの写真で言っとくとポンさんすごくこう視聴者が送ってくれた模範解答みたいな褒めてんのかしら褒めてますあいやいやいやなんかすごく分かりやすくてああよかったよかった、親しみがある、親しみがあるそうそうそうオリジナリティこそあれあでもねいやこれはあの自分の中であじゃあちゃんとできてるなっていうふうに思ってますね全然違うこと言ったから受けなかったってことにずっとしてたんで今正面から向き合ってるんでじゃあもうバッチーガッチシのもうこのお題はこういう答えを求めてるっていうところにやっぱり全く逃げてなかった、はい、おっしゃる通りジャンプ放送局みたいな普通に面白かったあれね僕じゃない人が出してもいい答えを出してまさにいやまさにそうですありがとうございますそれでは次のお題参りましょうお題こちらですシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってください、はい、お早いはいモンさんシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってください、ギャルの飲みかけグアバ面白いめっちゃ面白いモンさん何それもう終わり終わりすごいすごいよ、やっぱガバ出てくるガバ出ないですねこんなすごいわ嘘でしょ本当にうわ決まった決まってました正解出たわいやー辛いギャルの見かけグワバ、うん、これキレッキレモーリーが言ってくれるからあでもさ俺はリセットして入ってるリセットややめますもうこれはリセットできるのはモーリーさんしかいない分かったお願いします、はい、行きましょうシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいジャフの空気パンパンタイヤいけ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 残りで残りでいけいけ残りでいけいけちょうどいいいやごめんちょうどいいはいはい言い方とかでもいい、はい、こう林さん、はい、行きましょうシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいシャツを着崩すモデルいけるか俺いけいけ全員はいコウタさん行きましょうシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいジェフのユナイテッド市原あーいいですねあーいいあじゃあこれこういうポーズあーすごいポーズこれ大喜利でありか分かんないですけどはいシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいギャルの飲みかけグワバやるよあんだけ褒めてもらったらもしかしたら2回いけるかもっていうあのマトめっちゃでかいのに外しただけこれ出ないな林さんシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってください母の偽物プラダいやーすげーいいなこれうわーよっしゃうわー分かんなくなってきたなこれはいこうかいきますか毛利さん、はい、いきましょうシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってください冬の気まぐれんは嫌だおお夏ですもんね気まぐれだって夏やからね林さん、行きましょうシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいニトリ、コストコ、イケアおーうわやばい、林さんがやばい林さんが完全に掴んだやっぱなんやねお前やっぱ畳みかけてきてるあやばいぞいけ、ポンさん、はい、シェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってくださいガムを噛んだけど無味だおー足元の水蹴ったりしてるし
ドタバタ劇やな。ちょっと勝負します。はい、来ました。コウタさん行きましょう。シェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってください。あのね、これまあシェフの気まぐれサラダみたいなことを言ってるんで、はい、聞いてくださいね、はい。山菜は季節によって顔を変えてくるけん、大将はそう言って笑った。勝負に出た。顔あすごい、残しの顔あすごい。終了。ギア上がったね。いやすごかったですね、この回は。ちょっとスポンさんのやつすごかったですね、出だしがね。あのスピードで何よ、ね、あれあれされたきついわ。これはもうしゃあないですね。もうベストはスポンさんのギャルの飲みかけグアバ。うわーよかった。これは最初のインパクトすごかったです。そっからの皆さんの合わし方すごかったんですけど、これは鮮やかでした。恥ずかしくなってきましたよ、空気パンパンタイヤ。空気パン、いや違うよ、あれ言われたから。あれ影の MVP 実はそうなんですよ。あれでいや、やっぱ頑張れよって思ったんです。すごいです、すごいです。相方に言ってもらったら嬉しい。ちなみに今回のお題、視聴者の方にも大喜利回答を考えていただきました。結構ぶっ飛んでるね。そうですね、ですね。割とこの語呂を今回スタジオでは、井上優さん、青春の光さらばってなんか技ありな感じしますね。あ、いい、確かに、うん。俺は要潤だとかね。読んでみる、ね、声に出してみると、文字だとこれ、これ音合ってるかなと思ったけど、読んでみると俺は要潤だって。めちゃくちゃぴったしってる。なんか、なんかいいなこれ。テルのハウエバー両手開きって。これはこれは多分自分の中でいっぱい考えて、いっぱい考えてなったんでしょうね。行き着いたんだろうな。テルのハウエバー両手開きの両手開き。今回のセレクション、一つ選ばせていただきます。日村和さんのテルのハウエバー両手開き。これ面白い。はい、それでは行きましょう。続いてのお題は視聴者の方からいただいたお題になります、はい。お題はこちら、お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。デスゲームね、はい、まあ、お笑い、あ、そう、お、ともしげさん、はい、いけますか。はい、行きましょう。お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。漫才3分ぴったりギロチン。うわほんまに怖いな。なるほど、そういう。オーバーしてもダメだし、短くてもダメ。この状態でやらされる。そう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 。林さん、行きましょう。お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。なんかこう受けたら抜けれるみたいな、うん、受けたらセーフみたいなんで、もうずっと後輩をいじるばっかりで笑い取ってきた先輩が、いじっても誰も返してくれんくて、後輩が俺たちが返してたから受けてたんですよ。うわ、本当にドラマのありそう。あ、すごい、なんかリアルな感じ。ポンさん、はい、お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。あのゲームマスターがルール説明をしている時、うん、あのツッコミ芸人の裏回しがうるさい。あ、じゃそれで死ぬんだ。うわ、ありそう。ともしげさん、はい、行きましょう。お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。誰か一人を削らなきゃいけない時に、押すなよ押すなよって泣きながらマグマに一人落とす。おお、なんかすごいです。出たことあるんですかこれ。出たことあるのかもしれない。いや、うまいですよね。ねえ、うまい。コウタさん、お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。当たり前みたいにガリッと中福島さんが全員殺す。最強、最強って言われてるから、圧倒的やり芸人界で最強、最強の呼び声高いですからね。はい、ともしげ、行きましょう。お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。小梅太夫さんのネタを見て笑ったら、あのセンスで首を切られるっていうので、うん、本当に切られて畜生ってなるほど。これがわかる。うわ、え、主催してたか。リアルだな。毛利さん、はい、お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。いきますよ、せーのって叩いてかぶってバズーカーでズドン。かぶったってしょうがないじゃん。かぶってもしょうがない。ちょっと、はい、なんか書いてるんで出します、はい、最後よ、本当に、はい。お笑い芸人しかいないデスゲームでありそうなこととは。司会がですよさん。お、うまい、うまい。あいつ言わせてない、てない。てか、もうこの漫画描けるぐらい幸せですよ。せえた方がいいな。もうアイデア止まれへんから。熱人みたいよ。デスゲーム、先生デスゲーム好きなんですよね。令和のブロンソンやん。ブロンソン先生。はい、終了です。決まりました。ベストコウタさんの
当たり前みたいにガリット中福島さんが全員殺す。ありがとうございます。おそらく本当にこうなると思います。では次のお題参りましょう。お題こちらです。あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。あ、来ました、はい、林さん。あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。トゥーって言って5秒後もう一度トゥー。飛んだんか、なんか飛んだことが飛んでるやん。森さん、はい、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。頼んだぞの返しが毎回何をって言う。セキュリティだよ、分かるだろ、分かるだろ絶対。林さん、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。やめろやめろやめやめろ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 。顧客らしいがなさすぎる。思考停止してる。思考停止してるな。出てきてないからね、うん、ポンさん、はい、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。それはもうウルトラさんのとこに行ってとライダーが取り合ってくれない。ウルトラマンじゃない、ね、ウルトラさんっていうの。ともしげさん、はい、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。え、あの怪人おっぱい丸見え。思考停止なんかだから。いや、むしろ働いてますね。むしろ前のめりで。コウタさん、はい、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。出たな、あの怪人、そのあれ虫ベースの虫置いてる置いてる思考停止してる、置いてる。何ベースかで言わないですからね。名前出てこないんで。林さん、あのヒーロー思考停止してるな、なぜ気づいた。俺お前だよ。お前しかいねえだろ。お前や。絶対お前だよ。終了。このお題のベスト、林さんの、うん、俺。いやー、よかった、嬉しい、はい、めっちゃ嬉しい。息切れからおもろかったですね。さあ次のお題参りましょう。お題はこちら。テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。ほら、ボーリさん、行きましょう。テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。テンダラー白川免許更新、車いやいや象やで。え、どうですか。そうです、ごめんなさい、僕大好きなお兄さんなんですけど、はい、白川さん、この方あの象の免許持ってまして。象の免許、象に乗れる免許持ってまして。本当に、先日あのスケジュールどうですかって聞くと、はい、あれ免許更新やね、あ、ほなついていきましょう、タイヤでって言われましたね。ほんまの話をちょっと白川さんやらせていただきました。すげえ、マジの本家の芸人報道でやるやつ。確かに。象。ポンさん、はい、行きましょう。テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。千鳥大悟さんが開いた家飲みの新年会で、中山浩太、いい椎茸をバター炒めにして叱られる。これは言うたらあかんぞ。なんでそんなすんねん。あぶって醤油でええねん。ちょっと正月でベロベロの状態で、うまい、うまいはうまいですもんね。でもいや、酔うててもまずかったっす。はい、ともしげ、ましょう。テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。ウエストランド井口くん、漬物食えない。漬物が食えないんだ、あいつは。あんなに喋るのに。そうなんだ。漬物が食えない。人おもろいな。お、ポンさん、はい、ましょう。テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。フルーツポンチ渡り、クイズ番組の賞金で家族をディズニーに連れていくも土砂降り。やめて、悲しい、悲しい、本当に悲しいの。渡りさん、本当にこれは雨が来るよね。悔しいな。はい、コウタさん、はい、テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。三浦マイルド、誰にも言わずにキックボクシングを始めたが、あれどういう意味。どういう意味とかじゃないの。え、何確かにどういう意味なんだろう。週2ぐらいで通ってるんですって。ずっと黙ってたんですよ。どういう意味なんだろう。どういう意味なんだろう。どういう意味って何よ。どういう意味なの。森さん、はい、テラサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何。撮ってみました、飲み会の次の日の先輩へのお礼メール、いるいらんアンケート。あー、知りたいこれね。これどっちが正解なんでしょうね。これは
の先輩側からおっしゃってくれる方もいるじゃないですか、うん、もういらんよっていうね、それも謙遜だったりとかするから分かんないですよ。あー、なるほどね。それをしな、それで言われたからやんなかったら、うん、俺やんなくやってこないとやらないねって言われる、ね、人もいると。難しいですね、あれ。難しいですね、本当に言ってんのかどうか。やっといて損はないですからね。林さん、テナサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何、なぜこの人がこんないい服をの謎を追う。いや、マジでやってほしい、マジでやってほしいかも。じゃあ最後の最後、コウタさん、テナサ新番組芸人報道で大スクープ、一体何、お酒をやめる前のチャンス大城、高円寺の王将の12段ある階段の12段全てで頭を打つ。死ぬぞもう。あの人はもうすごいからな。はい、終了。すごいすごい。はい、本日最後のお題、ベストコウタさんの三浦マイルドヒストリキックボクシング始めたけどどういう意味。マイルドありがとう。やったよマイルド。ぜひまたね、週2から頻度増やしてもらって、そうです、ね、マイルドさんに強くなったマイルドさんにお会いしたいと思います。そうですね。はい、ということで、デバリー長切り本日は以上で終了です。皆さんありがとうございました。